こんにちは、ザッキーズファームのタッキーです。今日は無料の資材をたくさん使って堆肥を作ってみたいと思います。よろしくお願いします。なるべくね、高温で、下の方に雑草も入ってるから、高温で種を焼き切りたいですよね。46、47、48、40、50、ね、うわ、すげえ。もう70近くいるんじゃない？72度だ。72度、もう一目盛り上がった。いきなりはんぺんをつけました。これがはんぺんです。これが土着菌。これは素晴らしい菌だから、これを本当はたくさん集めて培養したいです。枯葉を集めながらこういう感じの土着菌を探します。森のはんぺんです。こんな大きいのも雨の後で落ち葉拾うと後で完成しなくていいから楽だけど、重たいよね。いかにせん、そうだ、いっぱい取るかな。じゃあ堆肥枠の方行ってみましょう。まずこれはこの間もらってきたもみ殻です。これと集めてきた、拾ってきた落ち葉、ね、はい、落ち葉、これあれですね、広葉樹でクヌギが主ですね。ほとんどクヌギの葉っぱ、クヌギいいですよね。それと、それが米ぬか、米ぬかね、もらってきた無料の米ぬか、でこっちが酒粕発酵ぼかしですね、はい、まだ完熟してない酒粕発酵ぼかし。酒粕発酵ぼかしの作り方は以前の動画にありますので、概要欄にリンク貼っておきます。そちらもよろしかったらご覧ください。買ってきたものは鶏粉だけですね。鶏粉140円でしたね。まず落ち葉ですね。落ち葉もね、この時期になるとね、いっぱい出るから、ちょうど雨上がりと、ね、ちょうどいい感じ。そうだね、雨上がりの落ち葉使うと集めるとき大変だけど、堆肥にするには水分も必要だもんで、かえって水まかなくてもできるからチャンスかもしれないですね。堆肥もね、別に失敗とかなんとかないんだけどね、いい感じで、まあ黙っててもこれ3年に置いていけば堆肥になるんですけど、なるべくまあ早く使いたいっていうことで切り返しをしたり菌を入れたり米ぬかをたくさん入れることで早くみたいですね。あとは CN 比、炭素と窒素のバランスがちょうどいいと早く堆肥化します。もみ殻やあの藁、こういう落ち葉なんかはどちらかというと炭素が多い資材です。炭素系の資材、牛糞とか鶏糞とかに窒素が多いので、今回は窒素や鶏粉で補います。でなるべくね、高温で、下の方に雑草も入ってるから高温で種を焼き切りたいですよね。それはあれですね、米ぬか発酵ぼかし、酵母で、あの酒粕でぼかしたやつですね。まだ完全にぼけてないので発酵の役をすると思います。あるからね、ただだからと思っていっぱい入れちゃうよね。でもある程度入れた方が温度上がるんですよ。藁、畳から取った藁があるから、間に藁入れてみましょうか。薄く、そうすると踏むとき踏みやすいから、これ畳から取った藁です。無料です。そんな感じで堆肥枠の中に重ねていきます。
この前納豆菌を入れた畑に、まあ、納豆菌に限らずいろんな菌があるんで、菌入れなくても畑の土をちょっと入れとくと、これが山にあるはんぺんです。はんぺんっていうのは土着菌です。でこの土着菌がすごいいいっていう話もあるもんで、まあ入れますか。なければ別に何も入れなくても乳酸菌も枯草菌納豆菌もそこら中にあるもんで、条件が良ければわざわざ微生物資材入れなくても微生物たっぷりの堆肥が出来上がります。どうでしただっけ。まあそんな大変じゃないです。いつもやってるもんね。次の日雨だったので水分量ちょうど良くなったので上部をシートで覆いました。芝堆肥を作り始めて1週間経ちました。9、29、31、32、33、34、35、40。あれ、あそうか、これ50度までしか測れないんだ。じゃあ違うやつをちょっと買ってきて測ってみよう。ちょっと測ってみましょう。はいよ。100均に行ってガラスの温度計買ってきました。あんまり深くまでは測れないけど表面でも、そうだね、この辺まで入ればいいかな。20センチぐらい。あ、そうかそうか、その測る。だって熱いもん、すごいなんか出てる今ほじったら。うわ、すげえ、もう70近くいるんじゃない。これ本当1メーターの中だったら80度以上いってるね、うん、もう70度だったら種なんか死滅しちゃうよね。でしかも多分内部が80度以上になってるから種は死滅します。僕雑草を堆肥にするなっていう人いますけど、普通にこうやってやると温度はどんどん上がります。このくらいでちょっとゆっくりに酵素風呂で入るにはちょっと温度高すぎますね。72度だ。72度、もう一目盛り上がった。72度、やっぱこれ内部温度80度超えてるわ。今回の高温堆肥作りは大成功でした。コツはなるべく大量に作る、米ぬかを多めに入れる、しっかり鶏粉も入れる、踏み込みをしっかりする、水分もしっかり与えるでした。あちちあちあちちあちちょっと音程が違う